そして政府は昨日、東京や大阪を含む18都道府県に適用しているまん延防止等重点措置を21日の期限で全面解除することを決めました。また、職場での濃厚接触者の特定や行動制限を不要とする対処方針をまとめました。ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた出口戦略は描けるのでしょうか。具志堅記者のリポートです。安全安心を確保しながら可能な限り日常の生活を取り戻す期間としてまいります。18都道府県の重点措置を今月21日までで解除すると発表した岸田総理、感染対策を講じつつ社会経済活動の回復を図る平時への移行期間と強調しました。東京や大阪など大都市圏の制限措置が解除されることで、今後春休みを利用した沖縄旅行も想定されます。旅行前に PCR 検査を受けて安全安心を確認した上で、ぜひ移動を心がけていただきたい。観光業界からは安堵の声が聞かれます。需要喚起策とも始まって、沖縄から、県外に行く方、また県外から沖縄に来られる方の動きが大きくなることを一番期待はしております。政府は都道府県が旅行費用を割り引く県民割を関東や東海、近畿など県境をまたいで地域ブロックで展開する方針です。旅行需要の回復へ出口戦略を描く時期に来ていると藤江さんは話します。ウィズコロナの旅行ということで、やはりもう感染対策ですね、そこをしっかりと考えながら旅行会社だけではなくてですね、いろんなその観光、従事者の方々とも話し合いながらですね、より安心してご参加いただけるような、旅行企画というのを考えていきたいと思いますので、政府の新たな対処方針はウィズコロナ、アフターコロナを念頭に大きな方針転換が図られました。濃厚接触者となったために無症状でも仕事を休まざるを得ない方々が増えて業務に支障をきたしているとの声が多く聞かれます。感染防止対策がなされていた一般の事業所は濃厚接触者の特定をしないことといたします。政府は感染者が確認されても職場で濃厚接触者を特定する必要はなく、自宅待機など行動制限も求めないとしています。広く網をかけてきたこれまでの感染対策からの大きな方針転換に経済界からは、経済をですね、うまく回していくためにはやっぱりリスクに応じてその濃厚接触者の定義もですね、柔軟に変えていく必要があると思いますね。沖縄経済同友会の代表幹事を務める琉球銀行の川上頭取は、県経済の落ち込みは限界を迎えていると強い危機感を訴えます。この先も同じようなことが続くとですね、本当に資金繰り的にですね、苦しくなって破綻するような事業者もある可能性がだいぶ高くなっているというふうに思います。そういう意味でもですね、やはり感染を抑制しつつ経済をですね、同時に回して正常化に近づける努力、これはですね、非常に重要だというふうに思います。行政や経済界、医療界が次の危機にどう備えていくかが重要だと指摘します。こういったパンデミックとかいう危機というのはですね、また来る可能性があるんですよ。対策がですね、果たして有効に機能してきたのか、でそれを踏まえた上でもし今後こういったですね、ことが起きたときにどういったところを改良していくのか、そういったですね、前向きな議論というのもですね、今から準備していくべきだと。県は濃厚接触者の特定や待機期間などについては今後専門家の意見を踏まえ検討を進めるとしています。コロナ禍に見舞われて2年余り、感染を抑え込みながら経済を立て直す具体的な出口戦略をどう描くのか、新たな局面を迎えています。経済活動の再開に向け政府が大きく舵を切ったという印象があります。
日常を取り戻すためにも出口戦略を描きつつも、医療体制を逼迫させないために、これまで通り各自でできる感染対策を続けていく必要があります。